夢ラジオ第4132回、今日は令和4年10月2日日曜日です。時刻は午前9時半、横浜港北、爽やかな朝、嬉しいですね。窓も開け放しています。さて、4132回目、今回は三省堂とごぼうの塔、こんなタイトルでお話ししましょう。三省堂とごぼうの塔ですね。この2つの塔は、どちらかというと保守的な発言をし、できたばかりの塔である。三省堂は夏にブームを起こして神谷議員を出した。で、同じ選挙でごぼうの塔はっていうと、それほどでもなかったんですが、ただし新党国盛よりは得票したんですよ。で、本当できたばっかりの党なのに、ね、数十万票は取った。だからごぼうの党としてはこの参議院選挙はの出来だったと思っているでしょう。参政党はこれも新しいとはいえ2年前ぐらいに立ち上げてる。ごぼうの党はもう今年なんじゃないでしょうかね、ごぼうの党ができたのは。そんな状態で新党国盛よりも多くの得票、それだけ国盛が不甲斐なかったといえばそれまでなんですが、新しくできた党にしてはよくやったと。ごぼうの党はね。ただしこの2つの党、共通点があるとはいえ、相違点もあるんですね。共通点は保守っぽいことは言ってる。新しい党である。そしてもう一個、どっちも陰謀論言ってる。そうだね。参政党の陰謀論についてはずっとお話ししてきています。ごぼうの党もやっぱし陰謀論だったかと。で、この陰謀論が好きだっていうのは、この今回取り上げている参政党、ごぼうの党だけでなく、他にも国盛とか翼の党とか、ああいう党ではなんかしきりにお話しされていますね。で、それが保守の力を弱めるよという話は夢ラジオでしておりますが、今回はいたしません。では、この共通点も多いこの三省堂とごぼうの塔ですが、じゃあ違いはというと、ごぼうの塔、党首の奥野さんにはお金があるんですね。数十億なら動かせる、そういうお方でしょうか、この人は。で、三省堂がこの夏あれだけの動員をかけ、あれだけの人を動かして、いくら集めたんでしょうか。10億いったんでしょうか、いかなかったんでしょうか。結構なお金を集めたでしょうね、三省堂。それを奥野さんはもうパッと出せる、こういうお方だと思っていい。だから三省堂があれだけやっていたキャンペーンがごぼうの塔にはいらない、これは大きいと思いませんか。あれだけね、お金ください、お金くださいという感じでパーティー開いて、ドリンク売って、シャンプーも売ってという三省堂で、それをごぼうの塔はやらずに、そのお金は出せますせと、軽いよというインカムゲインもありますよと、キャピタルゲインだけではありませんと。実業で成功すればね、10億単位のお金がすぐ動かせますっていうのは、それほど難しいことではありません。ちょうどこの前お話した青白王子とか与沢翼とか、あの手の者たちも十何億円吸っちゃいました。2人で30億円です、あははと言ってましたけど、そういうことなんですよ。それぐらい吸ったって、痛くないことはないけど、痛くないことはないけれど、やってやれないことはないと。奥野さんって人は私はよくは知りませんが、経営者としては青汁や与沢よりはよほど堅実なようで、だからもっとお金は持ってるでしょう。だからそしてこの2つの党は
奥野投手の個性もありますが、手を組むことがありえないでしょ。三省堂とごぼうの党が手を組むってありそうにないじゃないですか。あの三省堂の神谷さんと、例えば、あるいはごぼうの党の奥野さんが、よし一緒にやろうと、陰謀を暴こうと、保守もやるぞと、まあ無理でしょうね。そうすると次に考えられるのは、この三省堂とごぼうの党の間で一定の保守政党同士の、まあ、潰し合いというかバトルというか、それが起きるんじゃないかと予想はされますね。この夏の参議院選挙で参政党に噛みついていたのは主に翼の党でした。 NHK 党でというよりは翼の党ですね。立花もちらちらと発言はしていましたが、主に参政党批判、神谷批判をしていたのは翼の党の黒川ですよ。黒川さんですね。ただし翼の党にはお金がない。貧乏垂れの党は力を持つことができません。だから翼の党というよりは NHK 党の諸派という形でしか発言はできないでしょう。そして翼の党として何かをやったとしても、もう陰謀論を唱える貧乏な党となってきた場合、あのたまにイベントで人が寄るっていうことはあったとしても、パーマネントな、つまり長期的な、そういう運動にはなかなかなっていかない。広がりは持ちにくい。お金がないとね。その点ごぼうの党にはお金がある。芸能人とのつながりもある。ですから今はまあ花束を落とすとか、ああいうパフォーマンスをして話題さらっていますが、そのうちあのごぼうの党がもっと本格的に政治運動をやり始めたら、ただ奥野さんがどこまで本気かは知りません。奥野さんが本気で、奥野投手がね、日本絶対変えるんだとでやっていった場合、そう遠くないうちに同じ保守同士の参政党とごぼうの党があのバチバチこう論争し合う、そういう状態もあり得るんかなと私は見ております。でそうなった時、翼の党と違ってごぼうの党には資金力ありますから、参政党もそう簡単にあの勝てないというんでしょうか。参政党は勝ちましたね、この参議院選挙はね。あれはお見事でしたよ。けれどお金使った、これも間違いないでしょ。だからごぼうの党がもっと今よりも派手なキャッチフレーズ使って、であの奥の党首がまた出てきて、何かあの魅力的な施策を2つ3つ出す。で奥野さんだけではちょっと広がりませんから、もう何人かですよね。だからその時に案外 NHK 党とごぼうの党が組んだりしたら、これは参政党にとっての脅威ですよ。立花はやるだろうか、奥野との提携を。参政党とごぼうの党、資金力ではごぼうの党が上である。今回の得票数ではごぼうの党はまだまだだけど、わからない。この前の花束を落とすっていうあの程度のことでごぼうの党を判断しない方がいい。あれはどうでもいい話ですよ。所詮ボクシングの前座じゃないですか。イメラジオ4132回、今回は参政党とごぼうの党、ありがとうございました。